リンゴルフアレンジマッチプレー対決。こんにちは、ジェイです。今回賞金を提供してくださるのはノンケミカル UV のマーメイド&ガイズ様です。ボギー以上が0ポイント、パー1ポイント、バーディー2ポイント、イーグル5ポイント、アルバトロスとホールインワンは10ポイント。勝ったら5万円、負けたら0円。シングホノミ選手対宮崎千恵選手、リンゴルフアレンジマッチプレー対決、よろしくお願いします。お願いします。近いんじゃないですか。やばいですね。ここが勝負です。ナイスバーディー。やっとですね、千恵選手2ポイント、はい、バーディーで。よかったです。上がり3ホール頑張ってください。はい、はい。よいしょ。上に高い球。高かったですね。うん。いつもより。いやー。風に乗って。どうなんだろう。いや、入ってないし。あ、びっくりした。マジで入ったと思ってよ。近そう。縦距離が、ね、縦距離多分あれでかいですね、うん、ちょっとオーバーしてると思うけど、行ってみてですね。入れたい。入れさせない。入れたい。はい、はい、いやー、バーディートライ合戦です。入ったら5ポイントですもんね。あ、そう、今のやつがね、勝ちではないですよ。最後ダブルですもん。そう、最後ダブルだから。最後ダブルだから、バーディーで勝ったら4ポイント。ここね。超でかくないですか。しかもパー5っていうね。おー。ピンチ。やばい。これは来た。おー、近い。やばい。超近いだ。これはやばい。来た。ほぼ OK みたいな。よかよか。もう OK 言わないけどね。あ、すごいじゃん。やばいですね。入りそうだ。本当に入ってみたいな。本当ですよね。入っていいのよ。すごいよ。めっちゃ強く打つしかないな。怒りの。しかもウッドであれやばくない？ウッドであれやばい、うん、結構パシーンって打った。パシーンって打ったのか。おー、近いね。ナイスでした。ありがとうございます。フォローに乗って。やっぱね、さっきあのくらいの距離のパットを外してるから、このくらい寄らないやばい。惜しい。オッケーです。ありがとう。
いやーすごいね。くれないんですかこの距離。あげないです。マジですか。何ヤードだ。127でした。127。何番。8番。9と8でね。なるほど。フォローが強い。あそうですか。距離同じぐらいじゃない。一歩ぐらいじゃない。そうですか、うん、いや一歩って結構大事ですよ。まあ確かにね。うん、そんぐらい。肩上手いちゃんだって。ちーちゃんも上手い。近いじゃん。ちーちゃんロングパット上手くないですか。え、そんなの初めて言われたよ。え、だって今のとかね、惜しかったです。惜しかった、うん。あれめっちゃ強気でってあれだったんだけど絶対にショートしちゃダメだと思って強気で打ったやつで、あれジャストだった近いじゃん。よちーちゃん近い。曲がりました。危ない危ない。なんかすごい嫌なオーラが出てたよね。めっちゃ怖い、ね、今の何ですか。もう無理だと思って普通にぼーっとしながら打ってたら、ね、あ、そうなんだ。入んなかったなって思いながら打ったり。やった。動きませんね、最終ホール。ありがとう。
まあ、最終ホールダブルアップですけども、今回ダブルアップは全く関係ない、どっちが取ったかで勝負が決まるっていう感じですね。はいはい、はい、いや勝負つくのかなこれは。つくんですかね。つくよきっと。じゃないとじゅんさんに取られちゃうから。そう、もう引き分けの時は私のお小遣いにしようかな。UTT の3番で180ヤードぐらい打ちます。ラフ行きたくなかった。あ、落ちてきた。大丈夫です。乗ってよかった。でも止まった。めちゃピンチ難しいですね。大丈夫。ありがとうございます。もう、ライが超悪くて池入るかドキドキになる。こんなに。はい。なんか下土だったんですよ。あ、ドカって。はい。真ん中だから行っちゃってもよかったかもしれない。登らせといた方が。まあね、もうこのパットでかかる。優勝パット？優勝パットです。2人とも微妙な距離を残してますね。
ということで今回ポイントドローとなってしまいましたので、まあ、最後は練習グリップで草対決で勝負を決めたいと思います。はい、最後ねバーディーチャンス2人ともボギーになっちゃった。ご注意ください。決まるかなと思ったら決まる。サドンデスということでパター勝負ですね、はい、いいですか。はい、それでは大会の特設ティーを作りたいと思います。ここすごい山なんで、ここら辺からのカップ狙っていこうかなと思います。この辺ぐらいにしようかな。これあのカップインまでじゃなくてカップに近い人が勝ちです。ファーストパットでいいですね。なので、後から打つ人は見ちゃいけません。はい、どっちから打ちますか。じゃんけんで勝った。どうしよう。はい、どうしよう。あっちから取った方が、うん、この5万円も、うん、頑張ったそうですよ、うん、やばい。ナイス。はい、リンゴルフアレンジマッチプレー対決、新宮穂波選手対宮崎千恵選手、結果を発表したいと思います。まずラウンドの方ですね、新宮穂波選手獲得ポイント2ポイント、はい、宮崎千恵選手獲得ポイント2ポイント、はい、ということでドローでした。その後サドンデスパター対決していただいた結果、勝者宮崎千恵選手です。ありがとうございます。勝利しました千恵選手にはマーメイド&ガイド様より賞金5万円が与えられます。はい、こちらですね、はい、千恵選手おめでとうございます。ありがとうございます。これでかいのよ。でかいね。それじゃ持ってたい。それではインタビューに移りたいと思います。まず本日戦っていただいた新宮穂波選手、はい、試合を終えてどうでしたか。なんかずっと同じ感じで、なんていうの、なんかどっちかが取らないと、なんていうの、リードできなかったんですけど、最後サドンデスで負けちゃったので頑張りたいと思います。次は、ね、はい、ありがとうございます。次に本日見事勝利を収めました宮崎千恵選手、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。一言お願いします。なんかこんな緊張感の中、うん、やると思ってなくて緊張したんですけど、すごい試合に向けていい練習になったし、うんうん、ほのちゃんともあれですごい楽しかったです。ありがとうございます。両選手とも最後まで真剣に勝負ありがとうございました。
リンゴルフアレンジマッチプレー対決をご視聴いただきありがとうございます。今年度開催の賞金スポンサー様も、募集しておりますので、ご興味ある方は詳しくは概要欄をご確認お願いいたします。はい、ということで締めに入らせていただきたいと思います。いつもの言える、はいはい、せーの、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしています。